皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日は嫌な介護士とうまく付き合う心理テクニックご紹介していきます。介護に限らず仕事において最もストレスになることは人間関係です。特に介護職は職場の人間関係が相当大事な世界ですので、ケアキョウの電話相談や LINE のご相談でも人間関係で悩む方が多くいらっしゃいます。そういった悩みを解決する心理テクニックをいくつかご紹介していきます。また個別の人間関係などでご相談がありましたら、概要欄にあるケアキョウの LINE までお気軽にお問い合わせください。まず1つ目にお伝えしたいのは、苦手な人がいても当然ということです。理由1、パレートの法則。もしかしたら皆さんの中には苦手な人がいる、これ自分が悪いんじゃないかと考えている人がいないでしょうか。しかし全く気にする必要はありません。パレートの法則というものを聞いたことがありますか？このパレートの法則、働きありの法則とも言われたりしますが、自然の摂理として多くのものが2対6対2に分かれます。人間関係なら友好的、普通、否定的で2対6対2に分かれます。なのであなたが苦手と感じる人が知り合いの2割ぐらいいても当然です。理由2、ネガティビティバイアス。しかしどうしてその苦手な2割の人がどうしても気になってしまうのでしょうか。人間は苦手だったり嫌いだったりするものに対して注目し思い出してしまうものなのです。これは心理学用語ではネガティビティバイアスと呼ばれるもので、危険を察知するなど人間が生き残るために必要だった特性です。もはや本能的に嫌いな人が気になってしまうのです。ですから苦手な人が気になってしまうこと自体は全く問題がありません。理由3、嫌悪の偏方性。しかし困ってしまうのは苦手な人でとどまらないことです。不思議なもので、この人は苦手だと思ってしまうと相手にもその感情は伝わってしまいます。隠そうとしても人間が好き嫌いを判断する扁桃体と呼ばれる脳の一部は一瞬で反応してしまいますので、ちょっとした行動に好き嫌いが出てしまうのです。もちろん相手も嫌いだという反応をされたら、こっちも嫌いだと反応しますので、最悪どんどん嫌い合うループに入ってしまいます。これを嫌悪の偏方性と呼びます。こうなるとお互いどんどん相手のことが嫌いになりますので、より深刻になっていきます。それではどうすればうまく対応できるのかという話ですが、残念なことに相手を変えることはできませんので、自分の捉え方、行動を変えるほかありません。この時に嫌いを好きではなく普通に変えていくことが重要です。具体的に捉え方をどのように変えていけばいいのか見ていきましょう。1、メタ認知。まずは相手に対する考え方を変える方法です。メタ認知という言葉をご存知でしょうか？これは自分の感情や行動をより高い視座から見ることを指します。例えば誰かと喧嘩をした時に、あいつムカつくと考えるのではなくて、なんで自分は怒っているんだろう、自分に悪い点はなかったかといった風に第三者の視点で見ることを指します。これを応用すれば、例えば嫌味を言ってくる人に対しても、自分の仕事にミスはなかったから向こうがきっとイライラしてるんだろうなと見ることができるようになります。これでかなりストレスは軽減できますし、相手を気遣う余裕が出てきます。2、割り切って仕事をする。次はもう仕事と割り切ることです。介護の仕事はチームプレーは大切ですが、プライベートまで仲良くなる必要はありません。仕事に関して意見をすることは大事ですが、プライベートな部分まで介入したり気を使う必要はありません。相手をあくまでも仕事仲間と捉えて、仕事以外に介入せず、プロの介護職同士としての対応をしていきましょう。3、単純接触効果。最後はかなり上級な方法です。相手を仲間に取り入れてしまう方法です。具体的には苦手な人に積極的に雑談を振るです。いわゆる単純接触効果というもので、何度も軽い接点を持っていると好意を抱きやすいという人間の心理を応用したものです。もちろんもうすでにかなり関係が悪くなっている、そもそも雑談するのもしんどい、そういった場合もあると思います。こうした時はこの方法は無理に使用しない方が賢明です。最後にまとめです。苦手な人がいるということ自体は全く問題がありません。問題は相手にそれが伝わってしまうことです。対応方法としては、1、メタ認知で相手の対応を客観的に見ましょう。2、仕事と割り切ってプライベートな部分は気にせずいきましょう。3、上級編として雑談をして仲間に取り込んでいきましょう。人間関係は難しい問題です。今回のお話だけではなかなか解決しない部分もあると思います。またいじめがあったというお話話も時折耳にします。そういった場合は立ち向かうことは非常に難しいです。ですので最終手段としては職場を変えるというような選択肢も出てくるのだと思います。個別の困っていることがございましたら概要欄からケア協の LINE でメッセージをいただければと思います。少しでもこの動画が役に立ったと思っていただけたら是非いいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。さようなら。